サランラップ&ジップロックの提供で味しみカレーチキンのご紹介です。休日に下味をつけて冷凍しておけば平日のメインおかずが時短で完成。下味冷凍を活用したカレーチキンをご紹介。鶏胸肉1枚は繊維を断つように1センチ厚さのそぎ切りにします。ジップロックフリーザーバッグを用意し、切った鶏肉を入れましょう。砂糖小さじ2、塩小さじ1/2を加え、バッグの上から揉んで全体になじませます。ごま油大さじ2、カレー粉小さじ1を加え、バッグの上から揉んで全体になじませましょう。青じその細切り5枚分を全体にまぶすように入れます。なるべく空気を抜いてジッパーを閉め、冷凍保存しましょう。密封性の高いジッパーと厚手の素材で美味しさをキープします。下味をつけて冷凍することで味がよく染み込みます。食べるときは朝冷蔵室に移して解凍しておきます。解凍は冷蔵室で行ってください。夕方には解凍完了。クックパーフライパン用ホイルを火をつける前にフライパンに敷き、解凍した鶏肉を並べ入れて中火にかけます。クックパーなら下味のついた鶏肉も焦げつきません。火が通るまで両面を 2,3 分ほどずつ焼いて取り出します。フライパンが汚れず後片付け楽々。器に盛り付け、好みの付け合わせ野菜を添えたら完成です。食材やおかずを冷凍ストックしておくと暮らしにいいことがたくさん。冷凍貯金の3つのたまる、時間がたまる、栄養がたまる、お金がたまる。冷凍貯金クッキングで検索。以上、デリッシュキッチンでした。